本地方の31回目という形で、上限の夏祭りという形でやらせていただいておりますので、よろしくお願いします。それでは当時実行委員会の、あります、上限会の代行であります伊藤より一言ご挨拶があります。どうも、すいません、電気が何だろう、すいません、大丈夫ですか、はい、どうもすいませんです。昨年まで、横市の団地の方で、団地の方で、このお祭りを30回やらさせていただきました。しかしながら、現場の状況、また警察の方の指導もございまして、昨年で以上、横地の方は打ち切りということで、昨年お話をしたと思います。しかしながらこのお祭りをどうにか、続けていきたいという申し出もありまして、また私たち町友会もぜひこのお祭りを続けていきたい、生涯、会場であれず本間が作ったお祭りでございます。31回目をどうにか迎えたいということで、いろいろとこの1年考えてまいりました。しかしながらこうやって今回この会場を提供してくれました、我ら町友会の会場の土地でございますけども、その土地をお借りいたしまして、第31回のこのお祭りができるわけでございます。この土地を開拓するにあたりまして、天狗会であります杉会長をはじめ天狗会の若い衆の方々にいろいろとお世話になりまして、この会場が今日のように、整ったわけでございます。この4月まではここは梅の木が40本ぐらい植わってまして、それには、クズの粒が全部絡んでおりまして、こう立ち入ることのできないような現場でございました。しかしながらこうやって今日会長たちのお手伝いをいただきまして、どうにかこの会場を作ることができました。これはやはり、鈴木会長、また我々町友会のどうしても31回目を迎えたいという心意気がございまして、今日に至ったわけでございます。今日また、湘南連合の方々、また龍連合の方々、みこしを例年通り参加させていただきまして本当にありがとうございます。心から御礼を申し上げる次第でございます。今日はここは私有地でございます。自由に、みこしを担いでいただきたいと思います。裸になるのも結構でございますけども、みこしの上にも乗っていただきまして、これが湘南みこしの心意気だというところをぜひ、皆様あなたに見ていただきたいと思います。今日は思う存分みこしを担いで、楽しんでいただきたいと思います。また露天商の方もこんなに多く出していただきまして、このお祭りの盛り上げに、一つ加勢をしていただいているわけでございます。どうか一つ皆様がこの数時間でございますけど楽しんでいただいて、お帰りになっていただきたいと思います。今日はこれから始まります。よろしくお願い申し上げます。